U131 ヘイチマン・ビシュネベーチクイーは、ウクライナで計画されたフリーゲートである。艦名は、ドムイトロー・ビシュネベーチクイーにちなむ。ロシア語名では、ゲートマン・ビシュネベーチキーと呼ばれる。経済的な理由により建造は中止された。ヘイチマン・ビシュネベーチクイーは、11351号計画、ネレイ型国境警備艦の9番艦として、計画された。開発は、 ソ連時代に開始され、当初の監視は国境警備官、官名はクラースヌイ・ビーインペルであった。これは第二次世界大戦で大活躍した警備官から受け継いだ名称で、意味は赤い小陶機という共産主義を反映した名称であった。クラースヌイ・ビーインペルの建造は他の8隻の同系官と同じくウクライナソビエット社会主義共和国のケルチにあった。B ブルトマ記念ザリーフ造船所で行われた。造船所第209工場で建造されたことから発注番号は209とされた。1991年8月24日にウクライナが独立すると建造中であったクラースヌイビーンペルは同系官キーロフと共にウクライナ海軍へ譲渡されることとなった。所有権の移は翌1992年6月に行われ、 フリゲートへ監視外されると共に官名を U131 ヘイチマンビシュネベーチクイーに改めた。官名の由来となったドムイトロービシュネベーチクイーは歴史上に初めて現れるコサックのオタマアンで南ウクライナのザポリージュジャに根拠地を開拓し、後のザポロージエシーチの基礎を築いた人物であった。彼は後にウクライナコサックで最初のヘイチマンとなり、子孫は ポーランド王国の貴族として王国の一端を担った。また、後世になると民間伝承の英雄バーイダの像と結びつけられ、ビシュネベーチクイも場合だとあだなされるようになった。そのため、ウクライナの新しいフリゲートについても平地万場合だ、ビシュネベーチクイと呼ばれることがある。しかし、独立感もないウクライナは経済的な危機に陥り、 心臓艦を完成させるだけの条件を整えることができなかった。また、1992年の時点でウクライナは他に十分な能力を持った 1135M 型フリゲートやコルベットを多数保有しており、財政的な危機を押してまで大型の心臓艦を揃える必要がなかった。姉妹艦キーロフは、 U130 ヘイチマンサハイダーチュヌイとして竣工し1993年より実動状態に入ったものの工事の進捗具合の低かったヘイチマンビシュネベーチクイーの建造は中止されることになった。建造中止の時点でヘイチマンビシュネベーチクイーの本体はまだ着工されておらず、船内には建造中の3つの部分が載せられていただけであった。 建造中止の時点で海軍や建造会社の関心は今ある官邸の修繕の方に向かっており、主要関係者は視察のためロシアのアーストラハニーへ出発してしまったという。建造中の艦を海外へ転売する計画もあったが、結局、ヘイチマンビシュネベーチクイは日の目を見ぬまま工場で解体された。一部ではヘイチマンドロシェーンこと命名されたという説があるが、これは ウクライナ国の軽巡洋艦、ヘイチマン・ドロシェンコと混同した誤りである。なお、この軽巡洋艦の領艦は、ヘイチマン・サファイダー・チュヌイである。ありがとうございます。